はい、皆さんこんにちは、エコドライブの鈴木でございます。はい、で今日はですね、10月10日に行われた、テスラ社によるですね、Wii ロボットっていうね、まあイベント、ロボタクシーのイベントですね、これに関しての解説を、行っていこうと思っています。これはね、アメリカのカリフォルニア州で行われたですね、イベントなんですけども、あのワーナーブラザーズっていうね、まあ、映画スタジオで行われました。でそこでね、まあ、大きく分けて5つの発表があったんでね、それを1つずつ解説していきます。1つ目が、サイバーキャブというロボタクシーの初お披露目ですね。でまずね、デザインなんですけど、2ドアなんですね。でこれね、テスラらしい本当にシンプルで洗練されたデザインだなと思いました。まあまだねプロトタイプなんで、これからデザインは変わる可能性ありますが、まあほぼほぼこのままいくんじゃないかなという個人的な感想です。で驚いたのは、ステアリングがそもそもついてないんですね。ステアリングっていうのは、まあ、ハンドルですよね。これがそもそもついていない。それから、ペダルがついてない。ペダルっていうのは、まあ、アクセルペダルであったり、ブレーキペダル。これがね、ついてないです。はい。それからね、まあ、これは言及されてなかったんですけど、ドアのハンドルもなかったですね。ドアを開けるためのハンドル。これもついてませんでした。まあ、おそらくなんですけど、これはまあ、自動で開く式になるんじゃないかなと思います。しかも、その普通のドアみたいにね、横に開くんじゃなくて、上に開くという格好ですよね。これね、めちゃめちゃ乗り降りしやすいんですよ。あの僕個人的にね、あのモデル X に乗ってるんですけども、モデル X もね、あの後ろの座席に関しては、まあ、ファルコンドアっていう名前のねドアが採用されてて、横に開くんではなくて上に開くんですね。これね、めちゃくちゃ乗り降りしやすいですよ。ガバッて開くんでね。だからこれはかなりね、あの重宝するんじゃないかなと思います。あとそれからね、まあ、航続距離についてはまあ触れてなかったですね。あとね、面白かったのは、あの自分でね、自走で、充電ステーションに行くんですね。それから洗車場も、まあ、専用の洗車場が作られるみたいです。でそこにもう汚れたら、まあ、定期的にね自動でこう行くということですよね。で中も外もか、あの勝手に洗ってくれるっていうような感じになるみたいですね。あとそれからコストですね。コストは1マイルあたりの、オペレーティングコストについても言及されてました。これがだいたい20セントぐらいになるんじゃないかっていう話ですね。これがどういう意味を持つかっていうとですね、あの現在の例えばロサンゼルスで走ってるバスの平均価格っていうのがだいたいね1マイル走るために1ドルかかるそうなんですね。でこれがこのサイバーキャブになってくると、コストは20セントじゃないですか。だから例えばね、その事業として行う、まあ、タクシー事業として行うんであれば、だいたいまあ50セントぐらいで値付けしたとしますよね。そうするとバスで行くのに、1マイル先に行くのに1ドルかかるところ、50セントで行けるとなれば、かなりね利用者増えるんじゃないかなと思いますよね。それから、予想販売価格についても言ってましたね。これはね、3万ドル以下で売りに出すっていう話ですね。これ日本円すると450万円ですね。で、いつから生産されるのかっていうのに関しても言ったんですけども、これがね2026年後半で考えてるっていう話でした。はい、はい、で2つ目のトピックですね。2つ目は、そのサイバーキャブがワイヤレス充電になりますよって話ですね。これもすごいですよね。驚きですよね。ね、充電、あの電気自動車の充電といえば、あのワイヤードでね、あの充電する充電コードがあって、あのガシャってこうつけるっていうのが、まあ、イメージするとこなんですけども、ワイヤレスで行くってことなんですよ。だから、まあ、そのチャージポートがそもそもないっていう仕様ですね。非接触型の充電システムを構築するっていう話です。はい、で3つ目はロボバンですね。ロボバンは、まあ20人乗りの、自動運転のバンですね。これのバン、プロトタイプって言ってもね、もう見た感じも完全に完成されてましたね。かなりまあ見た目はかっこいい。まあそれこそアイアンマンみたいな、フロントマスクだったんですけども。で、見た感じかなり大きい。で、実際走ってきましたね。で、見た感じステアリングもなければペダルもないと。はい。だからまあこれは完全にね、まあ運転者不在の自動運転になるだろうというふうに思いますね。で、まあシートがついて、それからまあテレビモニターみたいなものがついてるということですね、車内に。で、まあ、ね、これを販売していくのか、それともテスラがね自社で交通をやっていくかっていうのは、まあこれはね、不明ですね。で価格についても一切触れていませんでした。はい、
で4つ目はね、レベル5の自動運転へのアップデート、これのね開始時期を明言していました。はい、現在のね FSD、まあ、フルセルフドライビングっていうのはねスーパーバイズドっていうバージョンなんですけど、これはね、いわゆる自動運転レベル2なんですね、うん、これが、アップデートされるとアンスーパーバイズドになるんですね、うん、アンスーパーバイズドになるとこれはねもう完全自動運転の世界です。はい、まあ、つまりレベル5なんですね。レベル5になるともう人を全く介さなくていいんですよね。だからまあもうぶっちゃけ寝ててもいいし、あの映画見ててもいいし、本読んでてもいいしとかいう、まあ、そういうレベルですね、うん、これが一体いつアップデートされるのかってことなんですけども、それがね2025年に決まったそうです。はい、でまずは、テスラのモデル3とモデル Y に、順次ねアップデートしていくっていう話でした、うん、でそしてエリアに関しても言及されてたんですが、エリアはねカリフォルニア州と、テキサス州から始めていくっていうことでしたね。はい、はい、で5つ目ですね。5つ目はオプティマス、はい、人型ロボットですね。はい、これもね二足歩行で歩いてきたんでびっくりしたんです。しかもね音楽に合わせて踊ってました。はい、でそれ見て思ったのは、まあ、想像よりもスムーズな動き、特にね関節なんかの動きがかなりスムーズだなと思いましたね、うん、しかもねそのイベントでは、まあ、バーテンダーになってました。はい、バーテンダーになってあのビールをね注いでましたね。これに関しては AI が入ってるのでもう人型の本当にロボットとして成立してる感じがしました。はい、でこれの販売価格に関してもねイーロン・マスクさんが言及してましたが、だいたいね2万ドルから3万ドルで、考えているそうです。はい、